い、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は全マステ紹介、今回は海外作家さんのものを紹介していきたいと思います。海外作家さんのものは作家さんの名前が分かる方と分からない方がいるので、それはね申し訳ないんですけれども、あらかじめご了承ください。では紹介していきたいと思います。まず分かる作家さんのものから紹介していきますね。まずマネットさんっていう作家さんのマステになります。マネットさんのものは結構たくさんあるんですけれども、まず開封していないもの、まずこんな感じです。ウサギのデザインのマステになるんですが、こんな感じですね。マネットさんは海外のね、あの作家さんなんですけど、ラッピングペーパーとかも販売してたり、メモ帳とかも販売してる方で、結構作家さんの海外作家さんの中では有名な方かなと思います。こちらは開封していないものです。あとこちらですね、これめちゃくちゃ可愛くて、カップケーキとかキャンディーのものですね。メルカリで購入したものが多いので、基本作家さんから買うよりも倍の値段で買っているんですが、キャンディーとかカップケーキの柄です。それからとまず動物系から紹介しようかな。こういう感じのアニマルだったり、イチゴだったりとか、青のお花だったりとかのマステですね。はい、こんな感じです。あとはアイス系ですね。ソフトクリームとかアイスの柄です。こんな感じです。はい、それから他の作家さんどんどん紹介していきたいと思うんですけど、こちらはすっごく私が気に入ってるものになります。ちょっと柄が可愛くてお見せしたいのでお見せするんですが、こんな柄でめっちゃ可愛いんですよ。いろんな柄がねあって、めっちゃお気に入りです。でもう一個の方もすごく可愛くて、こんな感じの柄です。すごく可愛い柄でお気に入りですね。両方とも同じ作家さんなんですけど、ちょっとわからないです、すいません。はい、次はこちら。これもねちょっと作家さんの名前がわからないんですけど、こんな感じのレトロガールのマステです。結構貴重かなと思うんですけど、こんな感じですね。いろんな柄があって、剥離紙に貼って切って使うのもいいかなと思って、はい、こちらと、あとはペーパードールメイトのマステです。これはまあ海外作家さんに入れていいのかわかんないんですけど、まあ作家さんっていうよりもキャラクターなんですけど、こちらですね。これは結構有名かなと思うんですけど、こっちはあまり売ってない、出回ってないかなと思うんですけど、こんな感じの、これも一応ペーパードールメイトのものなんですけど、同じところからは販売されてるものではないかなと思います。あとはどれを紹介しようかな、いろいろあるのですが、これはちょっと海外のものなんですけど、雨の森ふみかさんの柄なんですよね。でも雨の森ふみかさんから販売されてるものではなくて、ちょっとよくわかんないんですけど、こちらです。持ってる方多いと思うんですけど、ちょっと微妙なラインですね。これも同じところから出てるドーナツの柄のマステですね。このハートのドーナツが可愛いです。あとはこのスタバのマステです。スタバ公式から出てるものではないと思うんですけど、海外作家さんのものとか、海外マステって結構ねスタバの柄みたいなの多いんですけど、作家さんというより海外メーカーなのかな、結構スタバのデザイン多くて、今まで結構買ってたんですけども、マステお酒に入れちゃって結構ないんですが、はい。でこちらがねクリームピーチさんの唯一持ってるマステです。はい、こんな感じです。あとはこれもクリームピーチさんなんですけど、こちらプレゼントでいただいたもので、桃の柄です。もうクリームピーチさんらしいなって感じなんですけど、この桃の柄だったりとか、あとアールグレイさんっていう、もう作家さんねの活動してないんですけども、こういう感じのね素敵なマステを作られてた方です。すごく好きな
デザインなんですけど、もうマステ販売しないということで非常に残念です。あとこちら、これはちょっとね、どこから出てるものなのかわからない、不明なんですけど、こんな感じのものもありますね。はい、あとこんな柄のもの、これもね、ちょっと海外作家さんではなく海外から出てるものかなと思うんですけど、ちょっとバレンタインっぽいものだったりとか、あと開封してないものなんですけど、このね、バスのデザインのマステだったりとか、こちらすごくお気に入りのチケットのものですね。これはラッピングペーパーも持ってるんですけど、すごく可愛いデザインです。可愛すぎて使えてないです。でこちらもこんな感じのデザインの、これもちょっとよくわかんないんですけど、海外メーカーのものですね。あとこちらもいただいたものなんですけど、海外マステのドレスのデザインです。あとこれは未開封のものなんですけど、こんな感じの、これも海外のものですね。てか海外のものを紹介してるっていうんだから、海外のものしかないはずなのに、海外のものですねって言ってるっていうすいません。次、こちら、これは箱に入ってるものなんですけど、めちゃくちゃ私が欲しくて、メルカリでもあんまり売ってなくて、やっと売ってて買ったっていうものです。まあ結構前に買ったんですけどね。こちらすっごい可愛いんですけども、こんな感じ、アイスの柄、今初めて伸ばします可愛い柄とあとはしてたんですけど、今初めて伸ばします。こんな柄です。めっちゃ可愛くないですか？超可愛くて、ちょっとこれは使えてないんですけど、剥離紙に貼って切ってもいいかなと思いますね。はい、で最後こちら、これは唯一海外マステの中で自分で実際に購入したものなんですけど、デザフェスでね、購入したものになります。こんなパフェの柄、これもね、お裾分けファイルにちょっと巻けば、巻こうかなって思います。今度すごく素敵なデザインなので、はい、こちらです。なんかマステ巻き巻きいつもしてるんですけど、こちらもね、ちょっと巻こうかな。結構高かったかなと思います。1000円以上したかなと思います。1000円ぐらいかな、ちょっとわかんないんですけど、そんな感じです。まあ、海外マステは基本貴重なものが多いので、結構お高い値段で購入してるんですけど、まあ作家さんから買った方が本当は安いんですけど、でもそれぐらい本当にもう欲しかったということでね、倍の値段でも買うんですが、今回は海外マステ編でした。ご視聴ありがとうございました。まだまだ持ってたんですけど、使ってしまったりとかしたものもあるので、今回はこんな感じの量になりますね。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。